美容の乙女と堅物筆頭魔術師の初恋記録、星2。主人公は山奥に住んでいるおぼこで純粋培養された人族のメス。そのメスは家族などがガメをべらして天涯孤独の身の時にたまたま精霊を助けて、精霊からお礼したいと言われたので家族みたいな奴ができたら嬉しいと精霊につぶやいたら、精霊はモテモテになりたいんだねという勘違いから常時発動型で自分で解除不可能の魅了魔法をプレゼントされる。そのせいで町のオスたちからアプローチされるという迷惑能力を手に入れてしまった主人公はメインヒーローのチョロヒーローである権力者の魔法使いである細長いイケメソにこのパッシブを解いてほしいと嘆願するということから始まるおぼこと GT の中学生のような恋愛漫画。メインヒーローは親の子守歌よりも聞いた、メス嫌いのホモ設定であり、昔デブで権力がなかった時に、あの女の目養豚場の豚でも見るかのように冷たい目だ。残酷な目だ。かわいそうだけど、明日の朝にはお肉屋さんの店先に並ぶ運命なのねって感じの、みたいなやつしていたのにメインヒーローがイケメソになって筆頭宮廷魔術師になった瞬間に権力にこびりやがってという感じの GT。主人公は貴族ではない美人で庇護欲をくすぐられるタイプ、器用と気立てが良い一般人で家事全般ができるという好条件。当然メインヒーローは一発でちょろかして、呪いを解くために同棲生活を始めるという、おぼことの恋愛をたしなみ始めるという漫画。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。